今回は成田 MX パークのモトクロスコースを見ていきます。一つ目のコーナーを回ると目の前に最初のジャンプポイントが現れます。ビビって飛べてませんけどね。そして次は成田の象徴鉄骨のアーチをくぐりますと名物大坂が2連続で続きます。初めて来た時は坂の下で止まってしまったほどの迫力があります。見てください、この角度ですよ。画面では何もないように見えるところにも基本的に凹凸が作られていて、初心者が調子に乗って飛ばして事故をしないのに役立ってます。ここからどんどん下っていきます。当然画面で見るより急勾配です。地元のモトクロスエキスパートな先輩が言っていたことなんですが、ロードコースと違って調子に乗って転んで動けない怪我をすると半日くらい誰にも発見されないことがあるそうです。絶対携帯手放せませんね。この辺りも結構あればジャンク楽しそうです。さてここから登りになるんですが、多分コース最大傾斜のポイントです。これも壁やろ。今の壁登ったらスペースがなくて右に急カーブなので、登りながら右にラインを取ります。こういうところも基礎テクがあればな、積極的に攻められるレベルになったらもっともっと楽しいでしょうね。今はまだコースから生還することで精一杯です。あれ、右側ユンボが沼地に落ちてるけど大丈夫なのかな。はい、ここ筑波サーキットでいうとバックストレッチと言っても、自分はせいぜい 40km くらいですけどね。右にターンしたらどんどん登っていきますよ。あー、楽しそうなジャンプポイントがたくさんあるのに、小さなジャンプでいいのでできるようになりたいです。さあ最後のターンをしたらクライマックスのビッグジャンプ2つへ向かっていきますよ。まあ当然自分は飛べませんけどね。さあ長い助走距離からビッグジャンプ飛ぶ人は左側、自分は右側、そして最後のジャンプポイント鉄骨アーチ、50センチくらい飛んだかな。はい、これでモトクロスコース一周です。最初のストレートに戻ってきたところで、他の人がやってたショートカット練習をやってみようと思います。まずは普通に1コーナーを回って、この最初のジャンプ台を繰り返し練習するのです。コースの順路はここを右ですが、ショートカットして前へ進みますとスタート地点へ戻ります。鉄骨アーチを降りてくる人の進路を邪魔しないように周りに気をつけながら、繰り返し同じジャンプポイントを練習できます。ちょびっと浮きましたね。オンロードでもそうですが、短時間の反復練習は非常に有効的です。少しずつ変化をつけながらマシンの挙動にどんな影響が出るか観察してます。少し高く飛ぶと着地の衝撃がすごくて怖いんですが、後日オフロードな先輩たちから着地前に少しスロットルを開けると下への衝撃が推進力で緩和されると教えていただきました。この時はまだその技を知らないので、怖さから何も操作せず着地してしまっています。本当はもう少し飛距離を伸ばして下り傾斜に着地したいんですけど、順番的にまだまだやらなきゃいけないことが山積みです。個人的にはもう少し傾斜角の緩めなジャンプ台で
距離を稼ぎながら飛び出す時の乗る位置や空中でのクラッチ操作、リアブレーキの練習を先にやりたいんですけど、ここは家から近いし、ここしかコース知らないので仕方ないですね。次行くときは着地前スロットル開けを練習してみます。それではここまで。ご視聴いただきありがとうございました。